はい、どうもこんばんは、グミちゃんです。前回の続きからですね、バイオハザードビレッジパート6ですね、やっていきます。あ、これか。いや、わかるかい。わかるかいな。見つけたわ。え？あんたの娘はここにいないっていう。どうすんの、どうすんの。えちっぽけなネズミの分際で小賢しくも私の城に入り込む。そればかりでなく、その薄汚い手で娘たちに手をかけ、今度は私の大切なものまで盗もうっていうの。冗談じゃないわ。またいいさん。そこで待っているがいいわ。地獄の底まで追いかけて、その体を切り裂いてあげるから。またですか、地下。何とでも言え。はあ、どうせ出てくるんでしょう。お、どうせ出てくるんでしょう、分かってるんだからね。またギコギコ言ってる。気のせい？隠しアイテムあるかなと思ったけど、気のせいか。レバーいるか。アイテムはないか。これどこや？地下ろ？やだー、なんか絶対おるやん。そろそろ新しいのが出てきてもおかしくないこれやと思うね。なんだ？足跡か、自分の。そろそろな、おってもおかしくないと思うね。マジで。なんだ？ん？またなんかギコギコ言ってる。あー、来るね、ここ絶対来るね。やだ。来ない？仙台。もうだってこんな落ちてんのおかしいもん絶対。あー、ちょっとクラフトしとこう。 OK。 はい、絶対来るぞ、わかるですよね。いた。え、ちょっと待って。ね、ちょっと待ってください。え、バラバラに切り刻んでやる。イーさん、二度目の手がなくなり事件。ちょっと待ってくださいね。どうすんの、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 どうすんの。え、どうすんの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 。どっちから来てる？そっちね。OK。急げ、急げ、イーさん、急げ、急げ。あ、よい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 よ。急げ、急げ、それ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 。あ、手がー、ワイの手が、ちょ待って。右手ゲッチュー。急げ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 、時間を稼げ。いいぞ、時間を稼げ。大丈夫だ、時間を稼ぐのだ。大丈夫大丈夫大丈夫よ、絶対大丈夫。腕は必ず返ってくるからね、イーさん。おっつ、なんでだおい、なんでだお前、なんでここにいるんだ。ちょっと待って、どっちから来る？そっちね、オッケー。ここが開いたもんね。絶対終わらせない。ワイの手はワイで守るんや。急
急げ急げ急げ。オッケーオッケーオッケー。どこだこれは。ちょっと待ってくれ。なんこれいらん。なんや。ああオッケーオッケーオッケー。さようなら。いくら逃げようとしたって無駄よ。ん？腕、いや、思いますか。思いますか。おい無理があるやろ。お前が怖いわ。え、くっついたんそれ。え、その薬液欲しいわ。え、動くの。よし。なんなんだよ殺しろ。いや、何なんだよお前の腕輪やわ。何？何何何？おっつ。ああ、お前か。OK。危な、絶対後ろおったやんな。どこや？終わり？で、ドミトレスクの鍵と商人アンキュー模型キーピック。うん、ここもか。上も開けたいけどな。え、めっちゃ湧いてくるやん。ちょっと待って、一回帰ろうかな。あー、そっちじゃなかった。こっちね。で、これが中庭で、厨房で、メインホールの2階。ここにもおるんかな、ドミトレスク。ほんで、ここが開いてないから結局行かれへんのかな。ドレスルームってこれどうやって行ったんやろ。え、ちょっと待って。あ、いけるやん。なんかおんねんけど。娘がおる、娘が。おお、ラッキー。これなんかはめぬか。このままでは開かない。あー、少し待ったか。なにこれ、銀の指輪。オッケーオッケー。ほんで、どこにつながる。スクラップ。え、どこやこれ。よいしょー。他の子に先を越されたかと思ったわ。ちょっと待て。ちょ、ひらも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 先ひらって帰ろう。落ち帰ろう、落ち帰ろう。いだ、もういや、近いわ、もう虫。お前ほんまええ加減にせよ。どうしようどうしようどうしよう。ちょっと待って、ちょっと待って。どうしようどうしよう。これ戦わないかん。これ戦わないかんやつか。あ、そういうことね。はい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 。どうだどうだ、下か上か。ちょ待て、ちょ待て。痛い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 。ちょ待て。ちょ待て。もう虫が邪魔なんだわ。霊気、衝撃で壊せる。衝撃でって待って。これか。これをショートカットで。
ここに入れて、どうだ、オッケーオッケー、楽しい狩りが台無しよ。どうや、痛いか。おい、撃てよ。お前ごとき軍、私の体が。よーし、痛い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 、こっちおいでよ。もう終わりよ。嘘よ、こんな。はは、雑魚が、めっちゃ追っかけられてる。私を怒らせないでよね、お前がな。死んだか、死んだか。よーし、霊気に弱いってどういう仕掛けなん今回。お、いらな。で帰れるのこれ、どこに帰るの。え、どうって行くんや。今回道が失いかけやね、失いかけ、失いがちやね。どれこれ道、こっち。あ、これか、これを開ったら開くのか。あ、開いた開いた。ほんで帰ってったらいいんやね。ここでもなんか、あ、ここにあれか、ん？この部屋まだなんかあんねんけどな。これとか。お。これ取ったら閉まっちゃうんかな。そしたら。ドレスルーム。何？え？おるやん。ドミトレ姉さん。静かにね、静かに。施錠。あ、ほんじゃ行き止まりかこれ。行き止まりはまずいな、バレたら厄介。え、これ上がってくる、もしかして。上がってくるー。上がってきてんね。一旦お家帰ろ。ちょっと待てよ、ここ以外はなんかないんか。ドレスルーム、これはどうなってるんや。あ、ほんでこの地下、んこれどこに繋がってんの。降りちゃった。お、今日からお城で進めることに。あ、これ読んだな。このところらへんなんか、ん、ちょっと焦ってて日本語がおかしいのは分かってるんやけどさ、ちょっと勘弁して。
ああ、で、ワインルームか。あ、ここにつながるんね。この部屋行きたかってん。なんか忘れ物をしてる。あ、何の音してる、もしかして。独房、嫌やなこれ行くの。あ、これか。くらいだーって抜けたいな。怖いよなこういうとこって。なんや、でも一応全員駆除してあるから綺麗にはなってると思うねんけど、湧いてるんかな。またでも綺麗なってそう、よかった。でこの鉄格子の鍵なんだよ、なんだよ、なんだよ、追いつけ。めっちゃ湧いとるやんけ。なんかちょっとリサ・トレバーさがあるから嫌やわ。よし、鉄格子の鍵がわからんな。こいつら無視できないと無視したいんやけどな。急いだらいける、いけるか。よし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 。ああ、ほんでここにつながんのか。なるほどな。汚ねえ厨房んとこね。ん？何？何の音？何の音？え？何の音？え？何の音？あ、そこね。え、入ってきちゃうの？あんたたち。あ、入ってくるんや。おっと、嘘やろ。ちょっと待って。あ、嘘やろ。嘘やろ。やったったった。姉さん来ちゃうんかな。ほいほい、いよいよいよ、いた。姉さんが来てないことを願う。いるやないかい。いるやないかい。え、ちょっと待って、一旦実家行こうかな。でも見つけたわ。あの人って早いんかな、歩くことしかせんのかな。あ、聞かない系なんや。ご無事で何より。ああ、落ち着くわ。デュークって。ローズはいなかった。それは何とも残念でしたな。まあこの城を出る頃にはまた道も開けました。なんか怖い、後ろ。何か必要なものはありますかな。ちょっと後ろなんか怖い。どうぞいらっしゃい。きっと新しい発見がありますぞ。これさ、なんか指輪みたいな。
換金組み合わせ可能。これは3つ売ろうか。こちらで適当に見繕いますか。売却これとこれと、キーピック持ってたんかい。これは一旦売って、すべては投資の一環です。いや、一旦まだこれでいいか。ご利用ありがとうございます。で、キーピックの部屋行きたいな。どうぞ。姉さんあっち行ったもんな。これはあ、オッケー。お、んで、台座に固定されている。お、あー、なるほどね。ほなら取るんか。オッケーオッケー。こっちはおらんでしょ。キーピック、ちょ、音音音音、怖い。キーピック、よーし。で、寝室がある。近くね。嘘やろ、ちょっと待って。ちょっと待って、どうしよう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 。ここは開かないんやっけ。これ開かないのね。この部屋で撒いてもいいけどな。でかいな。だ、怖いわ本当に。あの台座の部屋行こうかな。あー、アセリンゴちゃんだわ本当。2階やな。思い出した、2階や。2階のこっちやね。これです。で、これを取って鹿をはめるということですね。はい。オッケーオッケー。で、ドミトリ姉さんまだ来てないから、あっち側は開かないし。おっとし。貴様、汚らわしいよそ者の分際で。もう怖い。これってもさ、もうここでさ、あの台座抜いてしまえば来られへんのじゃん。抜けないわ。一旦じゃあここに隠れるか。ここはもうやったよな。これ完了やんね。なんかまだやることある、もしかして。まだ赤色なんやけど、あのマップが。まだなんかある？なんで赤なんやろうな。怖いわ。え？セーフ？いない？下降りたい。降りやないかーい。ほら、見つけたわ。降りやないかーい。あー、なかなか進めれんね、これ。
ドミトル姉さんをどうやってぐるってこう回り込めるかやんね。負けるところがあったらいいんやけど。ここって武器庫やっちゃ武器庫ではなかったよな。特に何もなかった気する。でもドミトリ姉さんとあの娘もう一回やられたら知らんのかな。娘妹知らんけど。入ってこん。おりやないかーい。来るかな。こんな案外。お、いったいったいった。お尻してんね。またバレたの？ちょっと待って。すごいな、察知能力。あ、視界から消えたら来んのかな。どこまでやったらギリギリ。いけるんやろ。あ、行ったね。あ、怖。待って、もしかしてまたやった？おー、嘘だろう。これ案外でもこの辺までやったら来んのちゃう？あ、来るんや。ここアンチなんかな、もしかして。え、いいの打って。どういう感じ、どういう感じ、どういう感じ、その見つめ合い、どういう意味の？あ、置いていった。おっ、ちょ、待って。もうほんまなんなん？来るなら来なさいよ。来るなら来なよ。ねえ、その帽子どこで買ったの？ユニクロ？でなんた、うれ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 、怖っ。えっ、どこまで、どこの範囲まで、どこまで、どこまで、ここは来ない。あ、へえ。むずいなこれ。ちょっと結構バレたらめんどくさい、ここの部屋。一旦離れるまで待たないといけんな。ちょっとでもこっから視界に入ったら結構厄介やね。降りてった、降りてった。
うん、向こう行ったね。ちょっと待って、やっとここまで来れたの。ちょっと待って、中庭を抜けて、ここやね、ここの鍵を開けた。急げ。ここでもさ、あの囚人さんたちうようよ。いや、せやんね。どこやったっけ。逆か、こっちね。ここまで追ってくんのかな。オッケー。あ、ほんでここなんや。なるほどね。向こう側から施錠。やっと進めた。嬉しい。鍵穴に合わない。劇場、鉄格子の鍵。何？お、なや。術後1日目、処置が終わってから3人とも死んだように動かない。長女となる娘の口から1匹の羽虫が出る。なんとかのように見える。これ何やろう。術後2日目、3人の体に無数の虫が湧いている。体の各部が虫に食われているように見える。窓を開けると虫がポロポロと床に落ちる。どうやら冷気に当たると硬直する。術後4日目、ほぼ全身の虫、全身を虫に食いつかされた。人型の黒い塊がうごめいている。昼過ぎ、娘たちの体は部位ごとに虫の色が変化している。顔の虫は青白く、唇の虫は赤く。虫の塊が娘たちの姿に戻る。もう人間にしか見えない。3人が起き上がり、私を見つめる。うつろな視線だが、親子の情を感じる。名前はもう決めている。ベイラ、ダニエラ、そしてカサンドラ。ちょっとこれ見たいんやけど、本を。これズーム。うわ、やば。気持ち悪っ。これ、こんだけ。来てる？もしかして。下を歩いてるのかどっちや。これか。薬液。これってさ、この打つ音とかで寄ってくるんかな。単純な鍵がかかっている。すごい。お、やった。グミちゃん、ピアノやってたんですね、実は。お、来たー。やったねー。うわ、気持ち悪い。学名なし。体長5、6センチ。体構造はオオクロバエに似るが、顎が異常発達。肉食性で性質は極めて猛獣。カズーが家主の、
人体に散乱することで発生するカドゥーって何？卵管が退化しており、虫自体に生殖能力はない。集合フェロモンで軍隊を形成し、人間に擬態。獲物を油断させ接近捕食。特徴として急激な気温変化に弱い。特に摂氏10度以下の外気に触れると全身の筋肉が硬直し生命活動を停止する。クマムシやネムリユスリカに見られるクリプトビオシスと似た状態か。知らんけどさ。あ、ほんでここつながるね。どこの部屋に。あ、でもここまだいっぱいあんな、なんか。アイテムがまだどこかにあるはず。よし、オッケー。鉄格子あったよな、さっき鉄格子の鍵。中庭。キーピック。これか。おっと、できるだけ無視したいんよね。忘れた。おっつおっつおっつ、びっくりした。ほら、見つけたわ。